サネヤス神皇は、人明天皇の第四御子。皇后天皇の同母帝。官位は四品、団上院。山品ぐとゴ須。ス。上は十二年元服。上は十五年四品に除せられ、翌箇所を二年和佐大使に任ぜられる。門徳朝では、人従二年団上院に転任し、最高四年日立大使を兼ねた。生は朝に入ると、 上岸元年に病気を理由に出家して、保守と合した。少年の頃より大浄土に帰依したいとの意思を持っていたという。出家後は、諸葉山の麓現在の京都府京都市山品区市宮に山荘を造営して陰性し、山品宮と称した。この山荘は川を走らせた木を作るなど趣き深く作られていたという。なお、市宮の地名も新能が、 人明天皇の第四巫女であったことにちなむとする説がある。上岸六年、サネヤス新農家が朝廷より借用していた木の百三十匹、麺三百トン、長婦四百単、千三千三百貫分の返済が直により免除されている。上岸十四年五月五日皇居、去年四十二、唐道において、新農は、琵琶の名手で、 陰性理由の病気は両目を患ったことを意味すると、される。江戸時代には、座頭、琵琶法師等の外された。当時、県業の位にある琵琶法師が、毎年当地に集まり、琵琶を演奏し新郎の霊を慰めた。佐根康新郎区内長母山しなく忍宮には佐根康、新郎にまつわる史跡が残っている。柳山町の諸和神社の境内には、 神皇の三層跡とされる場所があり、石碑が設けられている。潜水町の十禅寺の東北隅には、墓が、忍宮地蔵の脇には、サネヤス神皇、セミマルク与党と書かれた石碑が建っている。六国史による、尊悲文脈による、ありがとうございます。